中国が米中首脳会談に仕込んだ二つの思惑。中米には二つの選択肢がある。11月15日、サンフランシスコ郊外のファイロリで首脳会談に臨んだ中国の習近平国家主席は、アメリカのジョー・バイデン大統領を前にこう切り出した。バイデン政権が発足して、2回目となる対面での首脳会談とあって、メディアの注目度も高かった。二つの選択肢とは何なのか。一つは、団結と協力を強化し、手を取り合ってグローバルな挑戦に対応し、世界の安全保障と繁栄を促すこと。もう一つは、ゼロサム思考を受け入れて、陣営の対立を煽り、世界を混乱と分裂に向かわせることだ。要するに、世界の安定をより真剣に考えているのは米中どちらか、という問いを突きつけたのだ。10年前であれば、滋賀にも引っ掛けられなかった理屈だろう。だが、現状は状況が違う。新興、発展途上国を中心に、中国は手応えを感じ始めている。事実、半導体技術を制限し、サプライチェーンに影響を与えるアメリカの対中攻勢は、既存のサプライチェーンに少なからぬ平行を強いてきた。これは、見方によっては、世界を混乱と分裂に向かわせる行為だ。米中関係を対立か発展かに巧妙にすり替えた中国の戦略だが、より強く意識していたのは、グローバルサウスだ。州は相手を変えようとするのは非現実的で衝突と対抗がもたらす結果には誰も耐えられないと苦言を呈すことも忘れなかった。西側的民主主義の頑強にかなわなければ制裁を発動する米国式に警戒心を抱く新興、発展途上国は少なくない。中国の狙いは彼らの代弁者として振る舞うことで、習政権には自信もあった。背景には、中東などで中国式の外交が成果を生んできたことがある。サウジとイランの仲介で自信。象徴的なのは今年3月、サウジアラビアとイランが中国の仲介で関係を正常化させたことだ。また、10月には、イスラム武装組織ハマスによるイスラエルへの越境テロも起きた。イスラエルが報復としてガザ地区への過剰とも取れる凄まじい爆撃を開始すると、イスラエルを支持するアメリカにも逆風が吹いた。中国の中東での影響力を牽制しようと、アメリカが進めてきたイスラエルとサウジアラビアの関係修復も一瞬で水泡に帰した。ガザの病院から犠牲になった民間人の映像が連日のように伝えられたことで国際世論の風向きも変わり対立よりも発展を掲げ米国式と対比させる中国式への評価が高まったのだ。米中首脳会談のタイミングで中国が選択を迫ったのは対立よりも発展を重視することの有効性を感じたからだ。しかし動機はそれだけではない。そもそも中国は首脳会談でアメリカとの関係がすぐに好転するとは考えていなかった。だからこそ別の仕掛けが必要だった。バイデン政権の問題ではない。コロナ禍を経てアメリカでは嫌中感情が蔓延し改善が見込める雰囲気ではなかった。今年2月のギャラップ社の調査では中国を否定的に見る国民が 84% にも上ったという。たとえバイデンと習近平が笑顔で握手し、一時的に友好ムードが演出されたとしても、長続きはしないと予測された。独裁者には力の行使が一番有効。実際中国は1年前、バリ島での首脳会談を終え、アメリカの変化を期待した。バイデンから新たな冷戦の必要はない。アメリカの台湾政策は全く変わっていない。
中国との対立を望んでいないとの言質も取っていたからだ。しかし、バイデン政権の対中攻勢はその後も弱まることはなく、中国はそんなアメリカを現行不一致と非難し続けた。今回の会談でもバイデンは中国の体制を尊重し、中国の体制変換を求めず、新冷戦を求めず、対中国のための同盟関係の強化を図らず、台湾独立を支持せず、二つの中国、一つの中国、一つの台湾も支持しないと繰り返した。また、中国と衝突を起こす意図もなければ、デカップリングを図る意図もない。中国の経済発展の妨害も、中国を封じ込める意図もないと説明した。しかし中国は、今もそれが実行されるか否かについては懐疑的だ。来年には大統領選挙も控えている。ただでさえ中国がターゲットになる時期を迎えるのだ。議会の中国権悪はさらに顕著だ。11月16日、米テレビ、PBS のニュースアワーに出演した共和党のマイク・ギャラガー議員、中国特別委員会委員長は、米中首脳会談について問われると、習近平氏のような独裁者には力の行使が一番有効だと断じた上で、相手、中国が西側と価値観を共有しているなどという幻想は捨てるべきだ。米中に共通の利益があるかのような幻想も捨てるべきだと締めくくった。起業家との関係を重視。米議会は今週、下院議長の選出をめぐって混乱したが、その中で民主、共和、両党の対立だけでなく、共和党内部の亀裂も露呈させた。党や議会の団結を懸念した議員らが、次々とメディアに登場し発言する中、常に引き合いに出されたのが中国だった。彼らは中国を迎え込むために団結をと呼びかけたのだ。中国にしてみれば絶望的な気分だろう。それでも習政権が首脳会談に応じたのは、たとえセレモニーであったとしても、二大国のトップが笑顔で握手をすれば、世界には安定のメッセージが送れるからだ。前述したように中国はグローバルサウスの目も意識していた。さらに中国はそれと同じくらい重視したのが、ビジネス界に向けての発信だった。カリフォルニアでの週は、米中首脳会談後に、米企業経営者らと夕食会に臨んだ。そこでのスピーチが熱を帯びた内容だったと話題をさらったが、企業トップ側も週を好意的に迎えた。ロイター通信は、週が3回も総立ちで拍手喝采を浴びたと伝えている。企業家は、グローバルサウスと同じく中国との相性が良い。つまり中国のもう一つの狙いは、企業家たちが安心して中国に投資ができるビジネス環境の整備であり、そのアピールのためにも米中トップが笑顔で握手する姿が必要だったというわけだ。たとえバイデン政権が首脳会談で語ったことを実行に移さなくても、それなりの収穫はあったということだ。ネクタイは赤以外にしろ、主席を喜ばせてほしい。中国側の細かすぎる要求。バイデン、習近平会談のやばすぎる舞台裏を明かそう。対等の立場。大一番と言われたバイデン大統領と習近平国家主席のサンフランシスコ会談から一週間余り。舞台裏の秘話が漏れ伝わってきた。話すのはアメリカの関係者だ。バイデン大統領が会見の最後で習近平を独裁者と呼んだろう。あれにはスタッフ全員の思いがこもっていたんだ。中国側はまず会談場所はバイデン大統領が泊まるホテル以外の静かな場所にしろと要求してきた。両首脳が対等の立場だと示すためとか。また、会談後の両首脳の散歩風景の撮影も要求。
英語がちんぷんかんぷんの習近平と散歩してどうするんだと思ったら、案の定大統領が何を話しかけても習は寡黙に歩き続けるばかり。他にもネクタイの色を我が総書記がつける共産党の党色赤以外にしろとも言ってきた。習主席を喜ばせてほしい。中国側の随行員の様子も異常だったという。外交トップの王毅さえ習近平にひれ伏すような格好で会話していた。王は疲弊しきって会談中は正気がなかった。とにかく中国側は習主席を喜ばせてほしいという。それで対面時にバイデン大統領は習の38年前の訪米時の写真を見せて機嫌を取り、自分と習夫人の誕生日が同日11月20日であると告白。別れ際には習の専用車まで褒めてやった。思えば前の外相も国防相も行方不明なんだから彼らも緊張するわけだ。最後にこう漏らした。アメリカ人に生まれてよかった。本誌特別編集委員近藤大輔、週刊現代12月2日9日合併号より。さらに関連記事、習近平がひた隠しにする中国、就職難のやばすぎる実態、国家公務員試験は倍率77倍、合格を諦めきれないプロ子供が急増中では、中国経済の停滞と国内の混乱を流しています。